ビューティーブロンドの作品の印象を伺えたらなと思ってるんですけど、うん、そうですね、やっぱりまあタイトルといいますか、まあ、なんていうんですか、そのハッピーですごいポジティブでっていう、なんかその、うん、なんていうんですか、テーマといいますかっていうのがやっぱり、まあ、ある分その内容も本当にしっかり、なんていうんだろうな、すごくこう前向きで明るくてっていうのがもう大前提にある作品なので、うん、なんかやっぱりやっていて楽しいですし、初めてそのお話をいただいてから作品ももう何度かその映画であったりとか、まあブロードウェイの、まあ、ちょっと動画とかも何度も見たんですけども、うんうん、本当にそのなんていうんですか、イメージ通りというか、もうなんかそのストレートに何もこう裏切られることなく、うんうん、明るい感じがとても魅力的な作品だなという印象ですよね、うんうん、まあ、ご自身の役のワーナーについて伺いたいんですけど、はいはい、まずどんな風にワーナー役を捉えて、今どんな風に作ってらっしゃる、なんか正直言いますと、うん、最初割とこうワーナーという役をやらせてもらうって決まった時に、はい、こう割とこう応援してくれてる方だったりとか、うんうんうん、元々作品好きな方だったりっていうのが、なんかこうやっぱり女性目線なのか、うん、まあね、まあ、捉え方は自由なんですけど、うん、なんかこうひどい男性をやるんですねみたいな反響が多くてですね、最低の方ねみたいなあっちじゃなくてみたいな、そうなんですが結構意外とありまして、うん、で僕、まあ、その意見というかそういうの聞く前からもう作品見てたんですけど、うん、正直言うと最初は結構びっくりしたんですよ、はい、あれそんなあっていうとこから始まって、そんなに悪い男っていう印象がないっていうことですか。もちろん全くではないんですけど、うん、なんて言うんだろうな、まあ、もちろん今はこうワーナーを、ね、うん、もう好きで演じてるっていう多少のフォローは入ってるんですけど、うんうんうん、ま、ちゃんとこう言うと、ちゃんとこう夢を追って、うん、あ、なるほど、夢を追ってしっかり考えた上でエルと向き合った結果、ああいう始まりがお別れっていうところもあるんで、何、うん、て言うんだろう、最初はそんなに男性目線から言うと、うん、まあ女性からしたら当然辛いんですけど、うん、むちゃくちゃほどではないなって思ってたんですよ。目線がその男性か女性かによって結構ちょっと違うのかなっていう面白さも気づけたんですよ、それで最初、うん、それでやっぱりいざ稽古場に入って稽古も始まった時に、はい、女性キャストも、まあ、冗談で、うん、なんかこうからかってすごい言ってくるんですけど、本当にあんたひどい男みたいな結構言うんですけど、本当に男性キャストのみんなは、うん、なんか今日同情しちゃったんだよねワーナーにとか、本当にみたいな、で今でもあるんですよ、へー、今でもなんか結構こう男性キャスト の方が通し稽古とか終わった後も、うん、今日はね本当に冗談抜きでこのなんかかわいそうに見えたんだよねみたいな、かといって別にかわいそうな役でもないのは確かなんですけどなんか同情してほしいとかそういうことではなくて、なんかやっぱりちょっとこう男性と女性によって見方もあるのかなって、それも面白さの一つなのかな。